ブンブン、ハロー、うん。YouTube。どうも、マサルです。今回は、アンカーから発売された新型モバイルバッテリー、アンカーパワーコア1万リラックスというモバイルバッテリーをご紹介したいと思います。このモバイルバッテリーは、バッテリー容量が1万ミリアンペアのコンパクトなモバイルバッテリーですが、表面の質感、それから形に至るまで設計を見直すことによって、とても持ちやすいモバイルバッテリーになっているとのことです。すでに発売がスタートしていて、価格は現在の Amazon での販売価格で3299円となります。実は発売直後だけ1000個限定で20%オフのキャンペーンも開催されていたんですが、とても人気が高く一瞬ではありました。アンカーでは他にも1万ミリアンペアのモバイルバッテリーが販売されているんですが、この容量のものがとても人気が高いようで、今回は製品名にリラックスという名前を付け、デザインなど一から見直して設計したとのことです。バッテリーとしてのスペックとしては、出力は 5V2.4A となっています。同じくアンカーの製品の中で、容量が2万 mAh のものなど、出力が 5V4.8A のものがありましたが、こちらの製品はあくまで 5V2.4A のみとなっています。インターフェースは USB の Type-A と MicroB の2つを搭載します。MicroB の方を使って、このモバイルバッテリー自体を充電し、Type-A の方を使って、スマホやタブレットなど様々な機器を充電する形になります。やはり何といっても最大の特徴は、今表示している写真のように、小さな女性の手で持ってもしっかり握れるようなコンパクトで持ちやすい形状になります。バッテリー容量自体は1万ミリアンペアと決して多くありませんので、長期間の旅行に持っていくようなモバイルバッテリーではありませんが、普段利用する製品としてはちょうどいいサイズかと思います。ちなみに重さは約 184g ですので、ちょうどスマホ1台分の重さになります。欠点としては、アンカーのモバイルバッテリーの中には Type-C2C のケーブルを使ってスマホやタブレットなどが充電できるタイプもありましたが、この製品は新製品ではありますが、そういった Type-C2C のケーブルを使っての充電は非対応となります。ただ現在でもスマートフォンの新製品に付属しているケーブルはタイプ A2C のケーブルがほとんどですので、この辺の仕様については特に気にならないかと思います。なお、この動画の概要には、今回ご紹介したアンカーの最新のモバイルバッテリー、パワーコア1万リラックスの販売ページのリンクを貼っておきます。また、先ほどご紹介したタイプ C2C のケーブルを使って機器を充電することができる、同じくアンカー製のハイスペックなモバイルバッテリーの販売ページのリンクも貼っておきます。それぞれ詳細が気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。